こんにちは。フリーアナウンサーの中島純子です。今回は美人画で有名な竹久夢二さんの童話、ひまわり草。ひまわり草はなぜ枯れたかを朗読します。三宅坂の水揚げポンプの脇に一本のひまわり草が咲いていました。 こんなところにひまわり草が咲くとは不思議じゃありませんか。そこを通る人たちは、寺内将軍の銅像には気がつかない人でさえ、きっとこの花を見つけてそう言い合いました。熊吉という水巻妊婦がありました。お役所の門のついた青い水巻車を引っ張って、 毎日、半蔵門の方から長田町へかけて、水をまいて歩くのが熊さんの仕事でした。熊さんがこうして毎日水をまいてくれるから、この町筋の家では安心して、風を入れるために障子を開けることもできるし、学校の生徒たちも窓を開けておいて、お弁当を食べることができるのでした。 熊さんは情け深い男でしたから、道のそばの草一本にも気をつけていたわるたちでした。熊さんはある時、自分の仕事場の三宅坂の水揚げポンプのそばに一本の草の芽が生えたのを見つけました。熊さんは朝晩その草の芽に水をやることを忘れませんでした。 かわいい芽は一日一日と育ってゆきました。青い丸爪のような葉が日光の中へ手を広げたのはそれから間もないことでした。風が吹いても倒れないように熊さんは竹の棒を立ててやりました。だがそれがどんな植物なのか熊さんには点で見当がつきませんでした。 丸い葉の次に三角の葉が出て、やがて茎の端に触覚のあるつぼみを持ち始めました。いやおかしな花だぞ。これはつぼみに角が生えてら。次の日、熊さんが三回目の水をあげたポンプのところへやってくると、その草は 素晴らしい黄色い花を咲かせて太陽の方へ晴れ晴れと向いているのでした。熊さんは感心してその見事な花を眺めました。熊さんは電車道に立っている電車のポイントマンを連れてきてその花を見せました。えどうですなるほどね。 ポイントマンも感心しました。だが、なんという花だろうね、車掌さん。熊さんは聞きました。ひまわりそうさ。車掌さんが教えました。おおひまわりそうというだね。この花は、日ざかりに咲いて、太陽が歩く方へついて回るから、 ひまわりそうっていうのさ。熊さんはもう嬉しくてたまりませんでした。熊さんは長田町の方へ水を運んで行っても、早くひまわりそうを見たいものだから、水巻車の綱をぐんぐん引いて、早く水をあけて、三宅坂へ少しでも早く帰るようにしました。だから熊さんの水巻車の通った後は、 いくら暑い日でも涼しくてどんな風の強い日でもほり一つ立ちませんでした太陽が清水谷公園の森の向こうへ沈んでしまうとくまさんのひまわり草もつぼみましたさあ、晩飯の水をやるぞいおや、お前さんはもう眠いんだね 熊さんはそう言って首を垂れて寝ている花をしばらく眺めました。時によると日が暮れてずっと暗くなるまでじっとひまわり草を眺めていることがありました。熊さんのおかみさんは馬鹿正直な代わりに疑い深いたちでした。この頃熊さんの帰りが遅いのに 腹を立てていました。お前さんは今までどこをうろついていたんだよ。今何時だと思っているんだい見ねえな。ほら、8時よ。なんだってまあ、呆れて物が言えないよ、この人は。一体こんなに遅くまでどこにいたんだよ。 三宅坂よ。三宅坂だって嘘を言ったら承知しないよ。さあ、どこにいたんだよ。誰といたんだよ。姫百合よ。姫百合り熊さんはひまわり草のことを姫百合と覚えていたので、その通りおかみさんに言いました。 それがそもそもことの起こりで、熊さんよりも力の強いおかみさんは、熊さんを腰の立たないまで殴りつけました。草だよ草だよ熊さんがいくら言い訳をしても、おかみさんは許すことができませんでした。あくる日はいい天気で、 太陽は忘れないで、三宅坂のひまわり草にも、光と熱とを送りました。ひまわり草は目を覚ましましたが、どうしたことか、今日は熊さんがやってきません。十時になっても、十二時が過ぎても、朝のごちそうにありつけませんでした。 ひまわりそうは太陽の方へ顔を上げている元気がなくなってだんだん首を垂れてとうとうその晩のうちに枯れてしまいましたいかがでしたかやはり人にも植物にも 愛情が必要だということなんでしょうね。このチャンネルではあなたの作品もお待ちしています。あなたが書いた文章や絵本などをよかったら送ってください。私が朗読をいたします。それでは次回もどうぞお楽しみに。